巨人、安倍晋之助監督、45、が4年ぶり部位へ勝負賞を迎えたナインに、陳司令、だ。残り6戦で優勝マジックを、4とした指揮官は、26日、DNA 戦イコール横浜、が山崎。10勝がかかっているから、行かせると明言。今季9勝ながら今月は2戦連続でピリッとせず、ファーム調整を命じた山崎伊織投手。 25の最小格を明言した。25日の DNA 戦、横浜は都合小生投手24が中5日で先発する。最短部位は27日の中日戦、東京ドーム。勝負の5連戦で一気に悲願を達成する。1試合の緊張感はこれまでの日ではない。1対0で競り勝った22日の阪神戦、甲子園、ボア監督自身。 心臓が出てくるんじゃねえかなって、と笑うほどだった。試合では選手に平常心を求めているものの、優勝経験のないヤングジーが固くなるのも無理はない。そこで指揮官は、もう力、力、めねえっていうくらい力んだ方がいいかもしれないな。力むな、って言うと、力んじゃうから、もう体が壊れるんじゃねえかなっていうくらい、力んだ方がいいかもしれないと笑顔で命じた。 果たして逆転の発想は走行するか